いしょ。はい、こんにちは。今日は2020年1月7日2時6分ですね。さっき高橋ワギットさんというドイツから来た人がね、前に1回ここでお話しして、私の DVD と CD 渡して、さっきそれ見ましたって言ってくれてね、彼女もいろいろ社会の問題関心があるようで、日本の司法制度、夕張事件か、夕張に飛ぶ事件で、比較的最近あと捕まってた死刑囚が死んじゃいましたけども、そのことに関してまた映画ができたという話を私にしてましたね。私の持ってた門前のお便り渡して、読んでますけれども、並んでる写真の中で亀井静香見して、この人は警察のお偉いさんで、総理大臣候補になって、まあ、なれなかった人だけども、私と酒飲んだ時に言ってた言葉が、日本の警察の取り調べっていうのはもう半端じゃなく厳しいよと、そして、何もやってない人でも結局自白しちゃうと、これで一旦自白して起訴されちゃうと、もう日本の有罪率っていうのは 99% 以上でしたっけ、もうほとんど有罪になっちゃう。だから冤罪というのはもう非常に大きい、自白をもとにした冤罪というのは起きやすくて、そういう場合に死刑にしちゃうと、もうそれは取り返しがつかないんだ。だから亀井静香も死刑はやっちゃダメだってずっと言い続けてる人なんですよという話をしましたね。ああそうですかって、まあ感心してましたけど、彼女亀井静香とか知ってましたね。ドイツから来て旦那さんは日本人でドイツ大使館に勤めてたって言ってましたかね。でもまあそういうふうにこの日本の司法制度に関心持って、残念ながら警察が不正義で、嘘は泥棒の始まりというけれども、日本じゃ泥棒の方が警察より正直だと私の看板見せて、警察官の皆さんへという CD もまた新たに渡して喜んでましたけどね。というところでですね、今日の朝日新聞の一面には、カルロス・ゴーンが逃げちゃったという話ですね。新幹線で、大阪とかどこまで行って、そしてそこからプライベートジェット機で飛んで逃げて、その時に箱の中入って、大阪空港の空のホテルから大きな箱に入って、その箱は検査くぐり抜けられましたよ。でまあ大金持ちのやることはやっぱりすごくてね、もうそのための準備が周到で、これをこう手助けした人たちはもう日本中の空港に行って、どこの空港が無事に逃げ出せるか調べて、でここの大阪の空港が一番いいんだちことを突き止めたんですな。で私はね、この事件に関してはもちろんこのカルロス・ゴーンが日本から逃げ出したということは、これは悪いことですわね。当然あっちゃならないことで、日本の法律を破って逃げ出したことは悪い。で社説にもそのことが12面に書いてありますけどね、身柄の引き渡しを求めることに全力を尽くさなければいけない。で社説にもちらっと出てますけれども、日本の司法制度で今問題になっているのがね、長期間拘束して自白するまでずっと留置所に入れて自白を迫るというやり方、とっても学
学園の籠池さんも随分長いこと刑務所に入れられてね、普通自白、自白をする刑務所じゃなくて留置所ですな。自白するまで留置所に入れるというやり方、これは本当はあっちゃいけないですわな。あ、こんにちは。どうでしたか今日の成績は。はい、やってないの。やってない。ああ、囲碁部の先輩ですけどね。この日本の警察、検察、裁判所を改革しようじゃありませんかというのは私はずっと言い続けていて、残念ながら正義の味方じゃないのが、この3つの機関の現状です。でこのカルロス・ゴーンさんの事件に関して言えばですよ、カルロス・ゴーンさんが多分悪いことしたんでしょう。で彼を捕まえて、で裁判をやって騒ぐのはいいです。しかしじゃあ他の日本のこれまでいろいろな企業が悪いことをやってですよ、データの改ざんとか贈賄事件だとか談合だとかやって、日本の大企業の社長がとっ捕まって起訴されて有罪になって刑務所に入った例がどこかありますかねって話ですよね。私は聞いたことない。中にはあるかもしれないけど私は聞いたことないよな。多分ねいっぱいあると思いますよ。本当はそれがバレたら裁判で裁かれたら有罪になって刑務所に入らなければいけないようなことをやった日本の大会社の社長や経営者っていうのはいっぱいいるにもかかわらず、これまでまあいくつかの例外は私は知らないけど、例外したら知らないけど、ね、あるかもしれない。それにしたって大半はそういうことをされていないという現状で、この日産の問題でもね、このゴーンさんはこれはクーデターだって言ってるんですけども、そのクーデターを起こした側の社長も悪いことをやっていて、これは刑務所に入ってもおかしくないようなことをやったわけでしょ。今検察審査会だからかかってますわな。そういうことをね、このゴーンさんが明日とか記者会見してで明らかにしますって言ってるんですよね。それで政治家の何人かもそのクーデターに関わったって言ってるんですね。これは私は聞きたいわな。だから面白いよね。だからこの朝日新聞の社説が言ってるような、とにかく身柄の引き渡しを求めるのを最優先で、それでいいんだって話じゃないと思いますよ。私は日本に来てメディアで好きなだけ喋らせるってことをやってなかったし、ただ一回記者会見やったけどあんまり大したこと言わなかったかな。それにしてもですよ、いろいろ根拠を示しながら、この日産のこのクーデター劇の内幕というものをいろいろ明らかにして、それに関わって政治家とかね、それに協力した警察とか検察の思惑とか、そういうものが明らかになるということは非常にこれは公益ですよ。私はそう思いますがね。だからひたすら身柄の引き渡しを求めればいいもんじゃないと私は思いますがね。まあ最終的に日本の司法制度が破られたんだから、いずれかはちゃんと身柄の引き渡しを求めて日本で裁判をやるにしても、それよりも重要なこととして、こういう司法や政治家のと警察や検察、企業との関わりの問題っていうの、これをねやっぱ明らかにしていかなきゃいけないと思いますよ。そういうことですけどね。まあ面白がってちゃいけないけども、非常に面白い話だと私は思いますがね。ああということですね。お、青木さん来たな。はい、こんにちは。はい、今年もよろしくお願いします。車はな、そこ止めてきた。こっち。ああ。マジでさ。ああ。ちょっと自分自分のベッドが浅いんでね。ああ。そう言ったら、いるがいっぱってさ、ちゃんと、こう、寸法通りにさ。何があった部品が、フローリング抜いた。あ、フローリング抜いたな。あそこにはあったね。うん。でさ、欲しいもの手に入るのよ。そうさ、こう切れっぱしたらね。うん。そういうの安くて。
俺がいつもいいのがただでいただくっていうのがそうそうそう、ね、だから嬉しいよね。私はそういただき5万作ったよ。あ、そうだな、帰る帰る。おお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 おすごいね。いやだからさ、すごいね、車止めてさ、さっきの言う通ったほら、いたじゃん。で、いるからね。でさっき芝居やって帰るのさ。何やって、うん、もうお芝居で帰るのさ。だからあとできたらさ、あやってるからさ、おーおー、喜んでもらさ、乗りなんかしないや、ありがとうございますね。いや、いや、行き先先も行き先先で嫌われ者の田中ですとかね。おかしいね、そういう人が、ね、もうね、おかしい人がいろいろいっぱいいてさ、あんたみたいな少数派よ。私に関心を持ってね、話しかけてくれて、世の中の問題がおかしいよって言ってる人は今少数派だからね。あのさっきね、ドイツ大使館の人のことを分かると思ったね。ドイツ人だったら日本人や。それなんかやっぱね、日本のあれ消費制度のおかしいとか関心があって、夕張のね、あの独自事件の映画ができたとかさ、カルロス・ゴーンが逃げ出したのが面白いとかさ、今そういうとかね。そうだね。いや終わりだね、あんなことがさ、本当にあの暴動と起こったらさ、もうだから冤罪がいっぱいあるでしょ、日本はね。さっきもさ、あそのマギトさんにも見せたんだけどね、亀井静香っていうのがね、あれ死刑廃止の人なんだよね。あ、警察の管理で偉かったから、一旦あのもう捕まって取り調べを受けたらね、自分の取り調べっていうのは半端じゃないんだって。だからよっぽど死が強くたって自白しちゃうから、そいつをね殺しちゃったらもう取り返しがつかないって亀井静香も言ってんだよね。亀井さんね、そういうこと全然もうあれでしょ、もう嘘は泥棒の始まりって言うけれども、日本では泥棒の方が警察より正直だと本当だよ。ああ警察はもう嘘悪いんです。警察だけじゃないよ、裁判官、検察全部ダメね。権力者、権力者は嘘が必要会話の中の見つけとして、いや、それはね、誰だったらさ、自分の方針のためにそうなってしまうね。それはダメだよね。だから社会正義というものが欠落していて、みんながハッピーになるためにはみんなが正直でなきゃいけないな。そんなのはない今。ない。俺たちはさ、田中さんとかね、俺たちはさ、もうそういうのないからさ、もう言いたいこと言うよ。でもさ、彼らはさ、ね、時の権力者をこう言って、自分のチームを保全してさ、ね、いわゆるもう痛いって、そういうやつ。こんにちは。だからおかしいですよね。ちょっと連動します。おうおう、そいつ、難しいわ。Thank you.
らいにしておきます。今まで録画して、よっこらしょ、よいしょ。